ゃダメだ。メリアまた熱くなってしまったな。くっ超キモだが全くめアシュフォード様、俺の主人公たちだからいい。春になりこの思いを分かち合う先輩が去ったのは残念だが、ここにいれば三次元女子と顔を合わせる心配もない。なあ、三次元女子一年の甘く好きって言ってもこれわかるのか。せっかく顔も顔原画には描く、だってその方がわかる。いやわかる、女子なのに。というか、はい、可愛くてそんなリリなりたい。俺以外にこれちょぬるぬるリリア、くそ、リリエルでしたが、さん相談、私のこれ、これはロムって言うん、私初めて。ねえ、ここソフト、その自分の好きだから私胸を張って大好きなリリエ。じゃあ早速。うわ、おい、何を。あ、とにかく一度見てもらおうと思いまして、衣装も持ってきたので。え、ここでか。すみません、着替えるところがないので。ここカーテンないんだぞ。あ、そうだ、これなら。どうなってんだこの子は。落ち着け、急に脱ぎ始めたから動揺しただけだ。俺が三次元の女子になど。原作のあのシーンを。いきますよ。これでいきましょう。リリエルのように。でもよくリリエル愛があればできます。無茶言うな。ここだ、助かった。いきますよ、これでいきましょう。それ すごい。助かった。先輩が、私も全力。行きますよ。完璧なポーズ。これが私のリリエル愛です。と思います。先輩、俺の嫁。先輩、三次元。先輩あ、先輩大丈夫ですか。だがそ
この間の2点明日からよろしくお願いします。それは先輩、私リリエルが大好きなんです。これが私のリリエル愛です。私のクラスに入学モデルか。あんなこと合わせできたら最高の一年。あ、早速す一人だと盛り上がりに欠けるな。今まであんなに盛り上がれたのに。ミカリン、お、なんだ、あ、え、ミカリ、驚いたな、人気モデル。やだ人気、昔は全然女の子として見てくれなかった。ねえ先輩、好きな子。ああ、もちろんリリエル。一瞬リリサの顔がリリエルのコスプレを見て勘違い。クソオタク。お、先輩嬉しいけど、はあ、まあ先輩でも女！うっせ。先輩、そのことを。あんた黙ってて！同じクラスの私と。は？リリエル？どういう。待って、このアイコスプレが。ああ、そう！先輩がクソオタクで。え？あの立花さん、お好きなんですか？だから、に、やる。ほらな、やるわ。本当ですか？当たり前じゃない。それに、この子を。では、メイクして着替えましょう。コンシーラーでほくろとか消して。気になるところあります？え？あ、そういうの自分でやるんだ。あ、ニカリちゃん、太ももの内側にありますよ。あ、そんなとこ取らないでしょ。なんなら一番取ります。取るの一番？えいやんいきなり触んないでよ。にゃって言った。うるさい。いいよ。よろしくお願いします。絶対エロい目で見。リリエルとミリエラ、よし、やってやる。よし、行くぞ。リリ先輩も乗り気。じゃあポーズはまずこれでいきましょう。いきますよ。ミカリに任せて。よく見なさい。リリエルのように。助かった。覚悟はいい？これでいきましょう。それ。ありがとうございます。それ。すごい。いつ先輩が興奮し。ここだ。助かった。リリサ、次は乗ってきましたね。とっておきの合わせを見せましょう。奥の手よ。これが私のリリエル愛です。猫が可愛いのもわかる。私を見てよ。おにゃー。
やってやろうじゃない。どうですか。いいじゃない。せーの。すごい。